羽生結弦の今、目の前のことでいっぱいいっぱい、それがまた幸せだなって思えます。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も、羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。出展、筆者、後藤大介、前へ、高見へ。羽生結弦がやるべきことに全勢力を傾ける姿勢は変わらない。プロのフィギュアスケーターとして、 ファンと共に幸せを噛み締める舞台への準備に余念がない。アイラ2022年10月10から17日合併号からプロ転校を宣言した後、少しはスケート以外の楽しみを持ち、心身を休める時間ができたのかと思い、尋ねてみた。答えは予想したものではなかった。ほっとしたとか、落ち着いたとかは全然ないです。プロになって1年目ですし、 ルーキーみたいな感じでやれることをしっかりやっていこうっていう意識が強いですね。この言葉を聞いて質問した自分の間違いに気づいた。そう。今話を聞いている相手は羽生結弦だった。と挑み続けることに力を注ぎ続けてきた人だ。練習拠点だったカナダトロントでは観光地にもダウンタウンにも行かないし自分自身を 漫画やアニメに出てくる熱血系のアスリートだと2014年の夏に話していたお気に入りの場所を聞かれリンクといったこともあった何度か食事に誘って断られたスケート仲間がいつになったら一緒に行けるのかを聞くと引退してからかなと答えたという今回話を聞いている時も自分の生き方についてこう語ったスケートをやっていて 何かしら感情を表現して苦しくて辛くてそれがないとやっぱり生きている心地がない今はスケートを磨きながらプロとして披露するショーの内容について試行錯誤を重ねている様子だ今は目の前のことでいっぱいいっぱい一番詰まっていて大変です練習もしなきゃいけないし仕事もしなきゃいけない それがまた幸せって思えます。いつか彼にも友人と長く語り合ったり、好きなことを楽しむ時間を設けたりする時が来てほしいと思っていた。だがそれはまだ先のことなのかもしれない。朝日新聞スポーツ部後藤大介、羽生譲弦効果で八戸のホテル一泊10万円に爆投。 ファンは公演チケットより宿泊先の確保優先フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生結弦が9月30日に初の単独アイスショーを開催するとツイッターで発表第2章の幕開けを見届けようとするファンの熾烈な戦いも始まろうとしている発表と同時にアイスショーの公式ホームページも解説横浜公演11月4日5日 アリーナ MM 八戸公演12月2日3日青森県八戸市のフラット八戸を発表した気になるのはチケットだ公式サイトではテレ朝チケット最速先行抽選が5日午前10時からスタートする一般発売は22日午前10時相当の競争が予想されるのはもちろんだが 遠征を予定するるファンは、八戸公園ののチケット確確保保よより先先にに宿泊先の確保に動いていてうだ。旅行関連のサイトで確認すると会場近くのビジネスホテルのほとんどはすでに12月2から4日の予約を締め切っている会場からやや離れたビジネスホテルは予約可能なのだが宿泊費は1室1人が約9から11万円 羽入公演期間以外は、素泊まり、朝食付きで5000から600、0円で設定していることから、羽入、需要を見越した強気の価格設定にしているようだ。出店、東スポウェブ、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。